Hello everyone. 先ほどご紹介に預かりました浜野健太と申します。ですね、ここの長い名前で分かるように、大学院博士課程、博士前期課程ですね、いわゆる修士課程にあたりしますの2年目の、に所属しています。今日はですね、今までさまざまな分岐点が自分の中には人生ありました。高校の時とか大学の時、そして就職活動してる時、そういう時の The decisions I made、 選択肢、自分が決めた選択っていうものについて少し話していきたいと思います。そしてそれに付属じゃないですけど、絶対一緒にやった仲間との出会い、 Encounters that I've had、 Let's take a look at the first picture。 これですね、高校の時の自分なんですよ。I used to be in the baseball club. I love baseball, and I used to play baseball for all of high school years.、ね、こんなことやってたんですよ、高校の時。そして大学に行ったら、はい、こっちですね。This is me.、バンドやってました。軽音楽部ですね。I used to play the drums.、this picture was about 2 years ago. だから結局2年前、まだまだこんなことしてました。あ、これ友達ですね。っていう感じで、結構好きなことやってきました。高校は野球、大学は、バンド。で、そこにはやはり自分だけじゃなくて出会いってものがありました。高校1年の時ですね、クラスに入るじゃないですか、初めて。そして隣の席にいた子が野球が好きだっていう話をして、それで盛り上がって、Then let's join the baseball club っていう感じで、まあ英語では喋ってないんですけど、野球、あ、もうちょっと、野球部入ろうよって話になって野球をやってきました。そして大学に進むとして、自分は何をしようかと思って、学部に入るとオリエンテーションみたいなのがあるんですね。あの学部の説明会とか、こういう授業を取れよとかのやつで、そこで隣だった人が、軽音楽やりたいと、 So let's join the band club っていうふうにまたなって、結局こういうことになりました。まあそれもまだ英語でやってないんですけど、そんなね、普段から英語使ってるわけじゃないのでちょっと緊張するんですけどね。 So、If I hadn't met those people、 そういう人に会ってなかったら、自分はもしかしたら野球やってないかもしれない、野球部に入ってないかもしれないし、もしかしたらうちの高校に唯一あった星を見る会っていう4人しかいなかった、活動があったかもしれないし、大学だってまあ野球やってるんですけど、で大学だってバンドやってないかもしれない。でも結局それは自分が決めた選択であっても、 I've had encounters that I've really needed、 出会いがあったからこそこういうふうに今自分が誇りに持てる、後悔してないし、やり遂げたって思えるものが今あります。そこですね、今大学院 graduate school ですねに住んでます自分は。These are the three questions that everyone has asked me。 みんなによく聞かれることなんですよ。First、why go to graduate school、 なんで大学院なんかに行くのって。自分は文学部、英米文学部を卒業しました。そのまま、その直属の上の大学院に住みました。文系の大学院に住んでるっていう人がなかなか、周りにいないと思います。青山学院でもそうです。圧倒的に理系の方が多いです。What do you wanna be? 何になりたいの？結局大学院を出て、何、大学教授になりたいの？人も、もともと教職志望だったから教員になりたいの？何になりたいの？っていう質問も多かったですね。And 3番、What are you thinking? 何考えてるの？これよく言われますよ。家族から。あの自分はですね、大学1年生の時に、から教職を目指していて、教員ですね、英語の教員になりたいと思っていて、みんなからよく言われました。教員になるんだ、偉いねとか、あのお年玉もらってね、正月とかね、ですけど、But they all said to me, what are you thinking? 大学院に行きたいっていう話をしたら、やっぱこういうことを言われます。でもですね、それに対する答えは自分にとっては一つしかなく、あ、すみません、一つしかなくて、The answer is, I don't know.かなり無責任なことを今ここで言ってしまうかもしれませんけど、正直わからないです。何をしたいのかとか、何をしたかったのか、その時ですね、その当時の自分に振り返ってみて、その時に自分が何で済んだかって考えられるかっていうと、正直言ってわからない。 I don't know。 いろんな教授にもわかりません。ネイティブの人には I don't know って言ったし、家族にはうんうんみたいな感じで濁してお年玉もらってありがとうございますみたいなね感じだったんだけど、本当に I don't know。でもそれは無責任な I don't know じゃなくて、勉強はしたいと思った。そこにおいて変な話、大学1年生の時から大学院進学っていうのを考えてたかっていうと、そうでもないです。大学院の時は大学4年生の間で教職を取って、
公立もしくは私立の教員になって英語の先生になって、みんなの前でこうやって喋るんじゃなくて教壇の前で立って喋ろうとか英語を教えろとか To teach English, that's what I wanted to do. 塾にも今6年間働いてるんですけど、塾で働いた理由も最初は、大学卒業したら教員になりたいっていう気持ちがあって進みました。でも結局大学院を選びました。そこで何があったか、そうですよね、なんかただ飛んでる写真をみんな撮り上がるんですけど、This is my seminar class that I've had in third year of college, university. 大学3年の時にあったゼミですね。ゼミの授業です。自分の所属しているゼミはですね、英語教育のゼミというゼミですので、その英語教育関係だとか、教員志望の人とか、あとは塾の先生、塾を作った人もいましたね。同い年で。そういう人ばっかりで、勉強して、合宿とかもあって、その、1枚です。ですね、これがですね、本校の清永先生ですね。清永さんが先生知ってる人がいたら、はい、ざわざわちょっとここら辺がしてるんですけど、清永先生2年前ですね、これちょっと見せるって言ったら嫌だ恥ずかしいって言われたんでちょっともう読みますということで、大学院に進むにおいてはこの仲間との出会いが自分にとっては大事でした。 These people that I've met, they were wonderful. 本当に素敵な人たちで、みんなが真面目でした。まあ、ごめんなさい、もっといい写真があったと思うんだけどみんな真面目でみんな熱心でした。で、教員の話とかするんですよ。勉強してるとか教職どうとか。そこで自分の中でズレを感じるようになりました。ちょっとみんなの言ってる方向とはかすかだけどズレがあるんじゃないか、自分はこういうことをしたいのにみんなはこういうことをしたいって言ってる、じゃあそれを同じ方向に持っていくべきなのか、それとも別なことを考えるべきなのか、そういうことを考えることができたのが大学3年の時でした。ゼミです。それまでは正直本当に何度も何度も言ってるけど教員になるしか考えてなくて、他の選択肢というものを排除してきました、基本的に。なので就職活動の準備とかも何もしてないし、大学院の勉強も何もしてませんでした。でもそういう決断をしてみようと思ったんです。 I wanted to make that decision. I wanted to do something. 何かをしたかった、このズレっていうものを解消するために。ちょっと決めしとこう。で一言、私がですね皆さんに伝えたいのは Better late than never という言葉があります。やらないよりは遅い方が、遅くてもちょっとでもいいからやった方がいいんじゃないかということです。教育的にはですね、もちろん、最初から計画を立ててそれを計画通りに進めるっていうのがいいです。皆さん高校1年生高校2年生、来年再来年とかには、受験を控えています。それは計画的にやってください。それをポーイするとかじゃなくて、もし何かを成し遂げた後でもしたいっていうこと、 Something that I want to do, Something that I want to be、 したいもの、なりたいものっていうものが見つかったのなら、あ、もう無理だって諦めるよりはやってみて失敗する方がいいんじゃないかなって思ってます。I decided to go to graduate school at the third year of university. 先ほど言ったように3年の夏に決めました。そこから1年後に対して猛勉強ですよ。そこでも勉強始めましたもん。そりゃまあね、何も準備してないんですもん。大学院の勉強なんて何も考えてないし、お金かかるし、じゃね、これの話をするとね、あれですけど、お金もかかるし、時間もかかるし、まあ、家族にはだから、What are you thinking? って言われて、お年玉って言うけど、結局は、でも自分が決めたことだから、自分でどうにかしなきゃいけないんですよ。少しでもいいから、自分が決めたことに対して責任を取らなきゃいけないし、責任を取れるチャンスでもあった。それに、これやっぱりやりたいって思ったんだよね。 That's why I decided to do that. それをしたいって思ったからやった。そっからはもう勉強でした。本当に、孤独との戦いでしたし、周りにも大学院受験する人なかったから、ずっと図書館でカリ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 やりながらこんなことやったりしたけど、本当に何もしてないです、基本的に。それまでは、あ、すいません、ちょっと見せたそう、なんかね、みんなにとっては大学院進学って変な話、高校1年生だったら、もう6年後とか、大学4年になってもう6年後大学卒業ですよ。皆さん若いのは世のちゃんだから、その中でどうするかとか、あと自分が2年前はまだ就職氷、まあ、氷河期とまではいかないですけど、そこまで就職はあまり良くない状況で、就職浪人してる友達とか頑張ってる友達もいました。そんな中で大学院志望を決めても、やはり自分がやりたいって思ったことをやりたい、やれる環境にあるならやっぱ今しか
あ、今でしょうっていう、ごめんね、去年なんだけど、やっていくしかないと思って、それをやりました。で、やっぱり、すみません、3つのことをみんなに伝えたいなと思って、ここにちょっと述べさせてもらいました。First, don't be afraid. 怖がらないでください。失敗、ダメになるとか、そういうことを考えちゃうと、変な話、何もできなくなっちゃうよ。だって家から帰るときもこの道危ないって思ったらダメでしょ。極論だけど、家からここ家駅からすごい近いっての分かってるけど、4丁目からで、そういうふうに、まあ、当たり前のように過ごしてる日々の中でも特に考えなくていいときってあるじゃん。大丈夫だって分かってること、そういうことじゃなくて When you need to take a risk、 リスクを背負わなきゃいけないとき、 When you have the chance、 チャンスがあるときはそういう失敗を恐れない方がいいんじゃないかなって思います。The second thing, don't hesitate. Hesitate っていうのはですね、まあ、立ち止まるとかいうことですね。何かしたいことがあると思ったら、そのチャンスをすぐ掴みに行ってください。先ほどのスピーカーさんたちも言ってるように、今あるチャンスってもう来ないかもしれない。受験とかだったら変な人1年後来るよ。ダメだ、ダメでも。でもそういうものじゃないんだよ、伝えたいのは。出会いっていうものは今しかないんだよ。今君たちの隣で一緒にこの講演を聞いてる人たちはこの瞬間にしかいないんだよ。これを共有できるのは君たちしかいないわけだよ。 That's what I want you to take。 そういうチャンスがあるなら絶対掴んで、この後はみんなで話すの何でもいいし、そういうことをやってください。 And last, you're in your teens, enjoy life。 皆さんね、16歳、17歳、15、16、17歳ですか。失敗するチャンスなんていくらでもあるんですよ。で、失敗したらそれでパーってお過ごすんじゃなくて、それを反省して立ち直って、よし、失敗を犯すことができた、次に進むことができたっていうことができるのは今のうちです。大人になっていくとどん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 ね、めんどくさい、いわゆる大人の事情ってやつですね、がついてきますね。嫌でしょ。今だけだよ、こうやってね、笑って過ごせるの、そういうの。これを動画で見てる人たちとか、後ろで見てる保護者が今どんなことどう思ってか分かんないよ、こんな無責任なこと言って。でもそういう責任をある意味取らないでもいい、失敗が許されるってのは今だけかもしれないんだよ。 So don't hesitate, don't be afraid, and enjoy life. 何でもやっても楽しいんだから今。でしょ？みんなで飯食ってるだけでも楽しいでしょ？本当にそれだけでもいいんだよ。 Anything is good. でも、そういうチャンスを逃さないでください。そういう出会いを逃さないでください。自分はそういう出会いが数々あって、高校、大学、大学院に住む前、そういうことがあって、充実した高校生活、大学生活を送ることができました。Sorry for taking long, but this would be the end of my presentation. Thank you very much.